どうもー、陽次郎でーす。はい、6時間前ですか、情報が来て、6月28日、月曜日、21時よりヒアシンス MV を YouTube にてプレミア公開決定ってことでね、いやー素晴らしいですね。でこのヒアシンス、これまあ画像出てますけども、こちらを手掛けたのが、YOASOBI さんの優しい彗星等を、手掛けたアニメーション作家、門脇浩平さんが、監督&制作を務めておりますということでね、優しい彗星の PV 見たことあります。すごくね、優しい、まさに優しい世界観というかね、素晴らしい PV だなと思ってましたけども、その方が、こちらを務めるということで、門脇さんもこちら、ツイートされてますけども、明日21時に、新作 MV がプレミア公開されます。久々のプレミア公開で、僕自身とても楽しみです。7時の新曲ヒアシンスの MV、作らせていただきました。ぜひ楽しみにお待ちくださいってことで、はい、そうですね、なんかすごい、なんでしょうね、今までの7人時にはまあなかったというか、うん、ね、こうこのなんかネット記事の方にも、なんか MV のね、ちょっとした画像出てますけども、いい世界観ですね。素晴らしい世界観だと思いますし、この中にどうやって七虹ね、このキャラクターとか出てくるのかなってちょっと不思議なんですけども、いや本当に明日が楽しみですね。楽しみに待とうと思います。そして、他にも、こちらですね、文化放送エイジソンに、高辻うらら宮瀬玲の出演が決定しましたってことでね、蛍光灯再生計画の新曲、交換条件を、楽曲初解禁します。ぜひお聴きくださいってことでね、こちらの、放送日が7月3日ということでね、21時、23時ということで、そうですね、蛍光灯再生計画、ここで、初めて新曲を披露するということで、この間も紹介しましたけども、ナッチがですね、今度ラジオですよね、どうでしたっけ、カメパじゃなくて、こちらですね、6月29日の NAC5 の、ファブフォアファブフォアっていいんですかね、すいません。で、ね、晴れた日のベンチの、新曲 2GO でよろしくを、初披露ということで、で、あとは、もう一つのユニットですね、ソフトクリーム落としちゃったって、ごめん、名前忘れた。やばいぜ。で、ゆるふわなね、三人娘、サイダーですよね。やばい。本当に忘れちゃった。昨日抜けたサイダーだ。昨日抜けたサイダーのね、新曲もね、まあ、そろそろというか、この次には、公開されるんじゃないかなと思いますし、明日は、ですよね、テレ東さんの方の、番組で、次の日が、火曜日が、TBS さんの番組、そして30日が、こちらのね、7日ライブ20211という名の A の素数ということでね、ライブ、盛りだくさんでございますね。本当に盛りだくさんで、たまりませんな。で、プラス、昨日の計算中でも、告知出てましたけども、七音のイベントが明日からまた始まるということで、まあ、七夕イベントなんですかね、そちらも始まるということで、いやー本当楽しみで、楽しみなんですけども、一つ気になったことがあります。二人三脚プロジェクトどこ行った？あれ6月下旬からうんぬんかんぬんって言ってませんでしたっけ。まあ、二人三脚プロジェクトもね、明日とかなんか告知あるかもしれませんし、楽しみに待っていようと思います。